7月15日、草薙剛さんの YouTube チャンネル、YouTuber 草薙チャンネルでは、草薙さんの上半期の活躍を振り返る企画が公開。大満足する草薙さんの姿に注目が集まりました。今回の動画では、草薙さんが上半期の活動を振り返る企画を公開。CM、舞台、ドラマ、バラエティ番組への出演や、ギャラクシー賞受賞など、大活躍だった上半期。草薙さんは、わりかし今年も充実してんじゃないかなと。なんかね、結構いいんじゃない、と、嬉しそうに振り返ります。コロナとか昨今は大変なことがあるけれど、それにしては負けてない感じがするんですけど、と、大満足な様子、草薙康友のうさぎと亀、読売テレビ、や、悪い子集まれ、NHK、など、新たなレギュラー番組も上半期に決定したと話す草薙さん、こんなお仕事決まってる48歳ってあんまいないんじゃない、と笑いながら語り、ファンの皆様のおかげです、と感謝の気持ちを伝えました。草薙、コツコツ積み上げる大切さを語る、12年に一度の年が来てる。攻めてると思う。また、上半期の活躍には YouTube での活動も大きく影響しているのではないかと分析する草薙さん、コツコツやるって大事だよね。積み上げていくって、だってもうね、5年目とか YouTube やってるわけですから。誰かしらに響いてる、と、次の仕事につながっていると明かします。順調に仕事が決まっていることについて、ちょっとこう心動いてて、虎年だからかな。やっぱり、ガオーって吠えてるから、と、年男の喜びを語ります。12年に一度の年が来てる、攻めてると思うと、上機嫌に大好きな斉藤和義さんの曲を披露した草薙さんでした。草薙、来てるね下半期の活躍にも期待。その後、草薙さんは、元気がやっぱ一番ですよね。ここに来てやっぱり思うのは、元気があれば取り戻せると思うんで、と熱く語ります。続けて、上半期元気だったことが、たくさんのお仕事と出会いを生み出せたのかなと、と、来年1月から関西テレビで放送予定のドラマの主演についても、来てるねと喜びを叫びました。ある、視聴者からは、つよぽんの笑顔がたくさん見られて幸せです。テレビでもいっぱい見られるようになって本当に嬉しいよ。テレビでもたくさんの活躍される姿を見ることができて嬉しい限りです。など絶賛の声が。また、つよしくんの頑張りがとても嬉しい。このまま突き進んでほしい。これからのつよぽん楽しみにしてる。これからも役者のつよぽんに期待してるぜなどの声も上がりました。草薙さんの下半期の活躍にも期待が高まりますね。